こんにちは。クラシックバレエ用のティアラやヘッドピースを作成しています、ティアラ作家の伊藤幸と申します。よろしくお願いします。今日は、リブラクリエーションの高橋貴子先生に、お世話になり始めての、まあ、正直な感想とか、今どんな風にこうやっていただいているのかっていうのをちょっとお話ししてみようと思います。私はまだ、高子先生にお世話になり始めて正式に入会してからは半年経ってないぐらいです。でその前も、本当に少しセミナー受けたりだとかそういうのはしていたんですけれども、それでも出会って1年経ってないぐらいの、新参者の会員です。しかしですね、先生に出会ってこの本当に半年足らずの間に本当に人生が激変して、しかも自分が思ってた方向にこううまく動いていてですね、自分の行動力に褒めるっていうのもさることながら、本当に先生にアドバイスいただいた方向性とか、あと心の持ち方、マインドの持ち方の部分で本当に感謝しています。今きっとこの動画を見られている方は先生にお世話になるかどうか、迷ったりしてると思うんですけれども、私も当時かなり迷いました。迷った点は2つあって、まずそのコンサルっていうそのもの自体への不信感はやっぱりあったんですね。で、それが1つで、で2つ目がやっぱり高いので、この費用をちゃんと私は人生の中で回収できるんだろうかっていうことですごく悩んでました。で結論から言うと、コンサルは怪しいかもしれないけど貴子先生は怪しくないっていうのと、あとコンサル費用の回収っていうのは、そこの費用の回収をお金だけで回収しようと思うと、やっぱりまだ事業を始めたばっかりなので、そこの回収っていうのはなかなかに厳しいんですけど、その価値とお金っていうのを考えた時に自分の人生が変わったりだとか、あとすごくセミナーも楽しいので、そういう楽しい時間を提供してもらったり、あとは一緒に学ぶ仲間が増えたりして、こうよくね、お金では買えないもの、時間とか、友達とか仲間とか楽しい、そのなんていうのかな、有形じゃない形のないものに対するの価値という意味で、私はすごくもう今時点で一番最初に払ったコンサル費用は全て回収できたと思っています。で本当にこれは正直な感想で、別に、もちろん貴子先生の生徒なんですけど、本当に、心から素直にそんな風に思っています。先生はノウハウは教えてくれるんですけど、やっぱりそのノウハウだけでは絶対にダメっていうことで、どんな風に行動すればいいかとか、行動するに至るまでのマインドの持ち方とか、ちょっとつまずいた時とかに、そこを方向チェンジしてくれる、心の持ち方、やっぱり全部心の持ち方をすごく重視して教えてくださるので、そういう面では自分のメンターですね、会社でいうところの上司がお金払って上司になってもらうみたいな感覚ですね。ついていきたいと思わせてくれる、背中を見せてくれて、それで具体的なアドバイスもくれるし、マインド面も調整してくれるってことで、私にとっては今のところ、まだまだついていきたい、いなくてはいけない、本当に存在になっています。もし何か迷っておられるんだったら、一回、セミナー大体1万円から1万円5000円ぐらいで、受けれると思うので、セミナーで先生に会ってみられることを本当に強くお勧めします。
会ってみたら先生のその大きな懐だったりすごい知識の量だったり、結構ぐさぐさ言われるんですけれども、それは的を得てて、最終的には自分が一番こう正しい方向で努力できるっていうのがもうすごく身に染みて実感できると思いますので、そんなところですかねちょっと取り留めなく話をしてしまったんですけれども、お金を払って自分の上司になってもらうみたいな、そんな感覚を私は持っています。非常に信頼できる先生です。一緒に仲間として学べることを楽しみにしています。それでは。